先生。いいんですよ、来ても。はい、来ました。皆さんこんばんは、リサです。ねえ、いつもこのタイミングでブリブリするのは何なの？ねえ、かまってほしいの？ちびちゃん、今日は君がメインの動画なんだよ。わかってる？わかる？そう、メインよ。ほら、100万人のみんなにご挨拶して。みんなにご挨拶して。エブリワン、僕、花まさです。よろしくお願いします。ちゃんと言って。はい、言いました。ということで、今日は先生がメインのね、企画なんでございます。承認ということでよろしいですか？ありがとうございます。2月のね、11日生まれなんですけども、先生。うちに生後2ヶ月できたので、まあ、もうどんぐらいいるんですか？結構いるんですね。というわけで、うちに来てからも結構経つわけですが、最初はね、YouTuber がみんなペットを飼い出したからビジネスドッグなんじゃないか、ビジネスペットなんじゃないかっていうことね、大変こうよく言われていたわけですけれども、私が違うよ、愛してるよって言ったところでね、それは別にどうやって証明することもできない問題だと思うんで、そこで関根さん思いついちゃった。ナイスアイディア、先生褒めて。見てたらさ、占いでペットがどういう風に思ってるのかっていうことをね、教えてくれるっていう占いがあったから、そちらを実はね、お願いしてみてたんですけど、そのお返事が返ってきたので、先生一緒に読んでいきたいと思います。もしかしたらね、動画に出ることがすごく嫌だとか、そうしたら別に動画出さないし、もしかしたらなんか僕は実家の方がいい、僕は元巨乳のお姉さんに飼われたかった、もしかしたらそんなような返答が来てるかもしれないから、その時はその時だなって思ってるんだけど、どういう結果が来てるのかっていうことをね、先生とみんなと一緒に読んでいきたいと思います。先生、スタンバイお願いします。先生、アナ伏せ、じゃあ、入りか。はい、じゃあ早速占いのね、結果の方を一緒に見ていきたいと思います。あれ、携帯どこだ？あ、ここや。あ、じゃあそこで聞く？結果一緒に読んでいかない？花正と一緒に写ってる写真を送って、その花正が今どういう風なお気持ちなのかっていうことを教えてくれるっていうやつをちょっとお願いしたので、それを読んでいこうと思います。で、送った写真はこれです。これを送ってみました。鑑定に参りますと。ここからですよ、重要なのは。はい、彼、花正ね、彼は自分があなたの彼氏だと感じているように感じます。まあ、先生、もしかして私のことを彼女だと思っているっていう、そういうことですか？やだ、ちょっと照れてウーブーしちゃって。はい、そのような感じらしいです。はい、男らしくあなたを守りたいと感じているようですし、あなたとはこれからもずっと一緒にいたいと感じているようです。あ、これは嬉しいね。何、男らしく守ってくれるの？だからあれなの、ちょっと洗濯機の脱水の時にガタンとか言うと、もしかしたら誰かが侵入してきたかもしれない、私のこと助けなきゃと思ってワー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 っていう、なんかとてつもない泣き方をするの？そういうことだね。そういうことなんだね。はい、続いて、そして彼はあなたに恋もしているようで、あなたが落ち込んでいると心配のようですし、自分に構ってくれると嬉しいのですが、たまに、はい、じゃあここは大事なとこだ。たまにツンデレなような態度を取りたくなるようで、あなたが構ってくれてもそっけないような態度をわざとしてるように感じます。え、何、私駆け引きされてたの？全然気づかなかったんだけど、私なんかそういうなんかちょっと駆け引き的なことねえされてたの？ねえ、ちょっとただここで遊んでないで、私とちょっとお話ししようや。照れてるから目の前で読んでいくね。はい。ね、恋してんの？
私に恋してんな？してんな？さらに彼は少々ナルシストな部分があるようで、自分がとてもかっこいいと思ってるようで、あなたも自分に惚れていると思ってるようです。ちょっとそれは心外です。ちょっと待ってください。なんか私のことすごい下に見てませんか？私が花正先生に惚れているって言うんですか？おかしくないですか、その姿勢。ちょっとなんかそれは心外なんですけど、ちょっとそれ心外なんですけど先生。ねえ、惚れてると思って、私が花の子に惚れてると思ってんの？ねえ、私ってそんなに毛深く見える？タンタン、私ってそんなに毛深く見えるの？盗賊って思ってくれてるのかな？ありがとうね。テレビ見て犬とか、あとサンタさんとかもそうなんだけど、なんかこう動物っぽい、アニマルっぽい。びっくりするよ。なんかそういうのが出てるとライバルかもって思うのかわかんないけど、すごいなんかワン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 敵対視するよねって、今みたいなことが起こるんですけど、もしかしたら私のことがすごい好きだからかもしれません。はい、続いて、そして彼は賢く周りの状況や空気を読んだり、何を言ってるかなんとなく分かる部分があるようです。へえ、すごいじゃん。ですので自分のことを子供のように扱ったりバカにするようなことはしてほしくないようです。まあ一人前の男の子みたいなこと言うじゃん。ねえ、綿毛なのにさ、こういうこと言われたくないっていう、そういうことなのかな。分かった。はい、続いて、あと彼はあなたと遊ぶのが好きなようですし、何か新しい技を覚えたいようです。いいの？新しい新技言っちゃっていいの？今ね、お座り、お手、おかわり、伏せ、立って、ハイファイブ、待てができるんだけど、新技教えていいのかな？バーン！どう？バーンでどう？それにしよう。彼は賢い方なので、新しいことを覚えたり話しかけてくれるのが好きなようで、話しかけてくれると一緒に話してるような気分になるので楽しいです。あ、そうだったの？じゃあなんかよくわかんないけど話しかけるね。そして彼はあなたとはたくさんの思い出があるのが嬉しいようで、あなたと遊べない時やあなたがいない時はあなたとの思い出を思い出して時間を過ごしてるように感じます。え、めっちゃ可愛いじゃん、花。ちょっとおいでよって。はいちゃん、花来て。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 来ないけどね。続いて、そして彼はあなたとお手をするようなゲーム、もしくは何かを見せてあなたが隠してどこに隠したか当てさせるようなゲームをされたことはありますか？それがすごい好きなようです。え、あれかね、多分ね、これ思いつくの、私隠してやるって言ったら、なんかインスタで流行ってた、こうやってタオルケットとかやってパッてやって私が隠れて消えるっていう動画をね、花正の方であげたと思うんですけど、それのゲームのことかな。あれが楽しかったの？それがすごい好きなようです。彼はあなたのことが大好きですので、これからもたくさん彼を愛してあげてくださいねっていう風に言っております。どうでしょうかね。まあすごい、とりあえず分かったことは、すごいナルシストっていうことと、私のことが大好きで彼氏だと思っている、で、花正に私が惚れてると思っている、この3点が強烈すぎて、この3点が強烈すぎて他のことがあんまり頭に入ってこなかったんだけど、すごいちゃんと人だと、自分のこと人だと思ってるんじゃないかなっていう。はーちゃん、はーちゃん、そうなの？去っていったわ、去っていったわ。あとなんか超気になったところは、これなんかピンとくるゲームが本当になんかこう流行ったじゃん。あのゲームしかないんだけど、久々にあれやろうぜ。おい、集合しろって。なんかさ、これを使って確かやったんだけど、こうやってこうやってやってて私がパッて消えるゲーム。じゃあこれ好きなの？あ、なん、これ好きなの？
そういう遊びじゃない、そういう遊びじゃないの、そういう遊びじゃないの。どう、ちゃん見てたね。ねえ、楽しいの？これが好きなの？これが好きなの？はい。はい。どこや。えい。うい。ででん。彼氏なんでしょ。コップにお茶入れて持ってきて。彼氏なんでしょ。私の彼氏なんでしょ。ちょっとコップにお茶入れて持ってきて。いい？ねえ、入れてきて。入れてきてよ。彼氏だったらお茶ぐらい入れてきてよ。自分で買ったしコットフリーなんですけど、入れてきてよ。そんなに元気あり余ってんだったら、そんなに元気あり余ってんだったら、あやたか